どうも皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。こんばんは、熊切あさみの友達のですね、指切りしたじゃない。なんだよ、したじゃない。したじゃないってなんだよ。熊切遊びだったね。悲しすぎる、悲しすぎる。サンジャポだけだよ、こんな引っ張ってんの。すげえ引っ張ってるけどね、サンジャポはね。ああ、他もやってるよ。やってる？やってる。あ、そう？うん。しかし、ほんと長いよね。こんなの、あんまだって、はっきりしないんだもん。まあね、あんまり、はっきりしなさそうだけど、今後もどうなんですかね。いや、はっきりさせますよ、僕は。いやいや、お前。僕は、こだわりますよ。そうですかね。うん。片岡さんは何も喋んなさそうだもんね。片岡明日香。うん。いやいや、違いますよ。片岡明日香じゃないですよ。フジテレビですよ。どこ行った？フジテレビですから、その人。27時間やんのか。いや、知らないけど。うん。ええ。ね、片岡愛之助さんね。愛之助か。うん。愛之助じゃねえ。どんな愛之助か。どんだけ明日香好きなんだろう。ねえ、大変ですよ。ね、今日は、太田さんもね、京都行ってきてね。京都に行ってきましたね。ええ、ふと思い立ってね。いや、違うでしょ。そうだ、京都行こう。チャレレレレレ、チャレレレじゃないでしょ。仕事じゃないです。仕事でしたか仕事で行ったんじゃないです。いや、俺は一緒に行ってないけどね。ね。朝、だもう例のね、あの、新幹線の。今日はね、ちょっといろいろほら、事件があって。事件があって。ええ。東京駅、着いて、うん、あの、行ったら、あの、ちょっとなんか原因不明で遅れてますみたいな状態だね。なんか、車内から煙が出た模様で、ちょっと見合わせていますみたいな。で、まあ、あの、仕事としてはその、TBS ラジオの仕事で、京都で、あの、ハゲたおばあさんに会うっていう。さ、それ俺知ってるからさ、その、なんていうの。突っ込みたいんだけどさ、その、瀬戸内寂聴さん。そうです。太田さん、やめなさいよ。そんな言い方ないでしょ。ハゲたおばあさんじゃないでしょ。なんてこと言ってんだよ、お前は。寂聴先生に会うということで、一定ですから、あの、池田さんと、あの、コバーンとですね。池ピーとね、コバナー君というね、なんか、旧ジャンク。旧ジャンク。数年前のジャンクみたいな感じ。特番でやるんですけど。はい。で、東京駅で待ち合わせて、俺と笹井と行ったら、あれ、遅れてますね、みたいな、おっちゃんって、話になって。で、まだ、何が起きたのかわかんないですよ。そうだよね。うん。あれ、これ、でもすぐ、あれでしょう、まあね。10分か15分で、うん。でしょ、なんつって言っててさ。うん。行ったら、どうもなんかちょっと、雲行きが怪しくなってきて、しばらくちょっと時間かかりそうだみたいな感じになっちゃって、やばいよね。で、これがあるから、今日 TBS ね。そうそう。その京都いつもより、あの、収録を今遅いんですよ。そうなんですよ。今日。今日はね。ええ。いつもはだいたい後ろ倒しにしたんですから。7時、9時ぐらいで、夜の7時、9時ぐらいでやって、それを放送、今の時間するんだけど、今日は、まあそれがあるから、もともとね。だからまあ、2時間ぐらい後ろに。そうなんです。9時11時ぐらい。だから、きちきちの割と、もうタイトな最初から、スケジュール的にも。で、遅れるわけにもいかないし、ましてや、寂聴先生、待たすわけにもいかない。そりゃそうだよね。どうしようどうしようなんてなってたらさ、あの、じゃあ飛行機ってわけにもね、みたいな、池田さんが言って、ささやかさ、飛行機はダメですね。それがね、マネージャーとしてどうなんだって。ダメです。飛行機はダメです。駐車場に車を置いちゃってるんで。そういう言い方したんだ。あいつそういう。東京駅に駐車場に車を置いちゃってるんで、飛行機は。そういう手で。それはなしで行きたいです。あの、笹井くんというか飛行機がもうダメなんですよね。苦手な。まあそういう人いますからね。でももうそんなこと言ってる場合じゃない。いや、そりゃそうですよね。いや、最初、だって、その、結果論から言ったら、それ大正解ですから、飛行機に乗り換えるのはね。そうなんです。結果だって随分。で、結局、池田さんが、じゃあ、ちょっと飛行機で行きましょうって言ったら、もう、誘いが暴れちゃって。しょうがないんだ、それは。いや、冗談じゃないっすよ。いやいや、冗談じゃないっすよ、じゃないし。いや、もう、俺、待ってます、みたいな。言い出して。そりゃないね。はい。ちょっと、それは来てくれよ。いや、俺は待ってます。すげえ駐車場で待ってます。駐車場で待ってるじゃない。
で急遽だからタクシーで、うん、タクシーで羽田行って飛行機で伊丹行って、うん、そっからそうだよね、だから伊丹空港からまたタクシーで、うん、タクシーで40分ぐらいかかりましたからね。あ、まあそこは40分ぐらいなんだ、うん、まあでもね結構かかるよね。だまあちょい遅れぐらいで、だからよく取れたよね飛行機のチケット。そんなやっぱほら同じような人も多分いるじゃないきっと。あ、割とだからさすがイケピー、イケピーが早かったですね。イケピーは店選びの笹井が止めてましたけどね。ちょっと池田さん待ってください待ってください待ってください、もうちょっと待ちましょうみたいな感じで。そうだな、本当飛行機嫌いだから、前乗り来ねえからなあいつ。そうなんです。飛行機の感じですけどな、NHK のロケ飛行機の時はもう俺はいいって言っちゃうやつだからね。ほんでだから行って寂聴先生とね、うんうん、久しぶりにお会いして、日曜サンデーに来てもらった。お元気そうで何よりでした。何年か前ですけどね。でこの前ほら国会で先、うん、ね、安倍さんのほら、うん、デモみたいなやった時にも、うん、私は命がけでって言ってたから、うんうん、相当ね、うん、なんていうの、体、うんうんうん、ね、心配じゃないですか。はいはいはい、ね、うん、もう本当にまあうん、まあもちろん僕とのあれですから、うんうん、気を使ってくれたんでしょうけど、うんうん、本当ににこやかに。あ、そうですか。よかったですね、うん。お元気そうでね。頭にキスさせてもらいました。また行ったのお前、それ。行ったんだ。だからもう、もうちょっと、綺麗にしないとね、なんつって。やわりと断られました。気を使わして。じゃあ、おっぱい見せてください。大田さんさ、言ったんです。大田さんさ、瀬戸内寂聴先生ですよ。ね、そうです、そうです。ねえ。ダメですよ、それって。おいつも93っておっしゃってますよね。93歳、すごいね。いやー、でも本当にもう、まあ、ちょっとこれは戦後70年特番という番組でやるんで、はいはい、いろいろちょっと本当にシリアスな話。真面目な話で、そのさ、知ってたんですけども。お前さ、本当頭に傷させろだ、おっぱい見せろだ、お前それはないでしょ。うん。ね。そうそう。うん。それで、それじっくり話させていただきました。ああ、よかったですね、それはね。うん。うん、で、帰りは？で、帰りは、うん、とにかくまた飛行機で、じゃあ、うん、帰りましょうっていう話になってね。うん、こっち、もう遅れられないから、うんうん。そうですよね。そしたらもう、佐々木が、いやー、ちょっともう何も口も聞かないんですよ。タクシーがもう。痛み、とかって。運転手に、痛み、はい、うん。って言ったら、うん、池田さんが気遣ってくれる。もう笹井があんまり。え、ちょっと待って待って。池ピーは何？マネージャーの笹井に気遣ったんですよ。で、気遣ってくれて、ええ、なんか今その、新幹線が、割と通常、うん、通常じゃないんですけど、うん、まあスムーズに。まあ反対方向ですからね、今度上りになるわけだからね。まあ反対関係ないんですけどね。うん、あ、そうなの？反対はでも割と早く動いて、うん、いや、全部止まってましたから。うん、あ、行きの、上りも下りも全部止まってた。うんうん、で、ただ遅れはしてるけども、うんうんうん、要するに。まあ、動き出してはいると。動き出してはいるっていうか、うん、要はその、ダイヤは乱れてるんだけど、はいはいはい、要するに、別に、なんつうの、うん、それ、来たのに乗っちゃえば、うん、その間止まることはないので、はい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 、なので、うん、っていうことで。で、気遣って。そして、飛行機、で、小判に電話が来て、うんうん、あ、じゃあ、新幹線ですね、つったら、先生が、ああ、よかったなんだんだ、さすがですね、さすがですね、じゃないわ、ね、うん。それで新幹線で、帰りは、帰ってきましたね。うん。結構、だから大変な、ね。いや、びっくりしましたよ、ね。いや、だから俺はね、ニュースで見て、うん、あれと思って、うん、下手すら乗ってる可能性もあると思うじゃん、俺は。知ってるから、うん、今日、京都新幹線で行ってるだろうと思ってさ。うん、で、逆、まあ、乗ってはなくても、これによって行けないとかってね、なってるかもしんないってやっぱ思ったから。だからお前が、小花君に電話して、その後池田さんに電話したろ、うんうんうん、そういう、何なんですかね、あの人はってみんなで言ってて。いやいや、なんで別に。まず小花君が、あ、田中さんから。そう。で、池田さんに電話があって、あ、うん、田中さんからですよ、って言ったら。小花君も見て、あ、俺はもう出てないけど。出てない確信がありますよ。出てない。何ですかね、あの人。いやいやいや、何ですか、ね、何なんですかね。普通に気にしてるさ。いや、まずはさすがに電話したんだよ。おかしいでしょ。いやいや、まずは、いや、要はほら、
今日のこのねラジオのあれとかもそれはマネージャーに、いやだから笹井に最初電話したよ。違う、お前のマネージャーに言えばいいじゃん。いやそうだけど、うん、まずは俺は笹井に、まあ現場の笹井にもちろん一番最初に電話したわけで、うん、ね、うん、じゃあまあ通じなかったっけ、うん、であれと思って、うん、じゃああそうか小葉ちゃんと笹井はもうだからその、うん、飛行機っていう時点ではもう一切電話も取る気ないからもう電話は出りゃいいじゃん。ムッとしてるから。まあなんか繋がんなかったんですよ。笹井はもうすぐ直留みたいになって。うん、それで、ああと思って、あじゃあそうだ、コバちゃんもイケピーも連絡先わかるから、うん、コバちゃん電話したら、呼べど出ないから、うん、まあ別にいいんだけど、もうそこまで来たら俺もなんかすげえ気になるし、逆にね、二人とも連絡先は、じゃあもうプロデューサーに電話しようと思って、うん、イケピーに電話したら、ツーコールで、大変でございます。イケピーが、いやいや、本当大変だって出たから、うん、あ、大丈夫だったの、あ乗ってなかったんだって、いや、その今、後で、実は、いや、もう、だから、本当にね、直後だったんですよ。ね、本当に、だから、一本、二本、ずれてたら。で、俺らだから、もう、羽田行こうってなったら、もう、封鎖されてましたから。ああ、もうね、うん、そうね。そうだよね。いやー、だから結構、いろんなね、あの、芸能界の人たちも、ちょうど、居合わせたっていうか、その、ね、そしたら、テレ朝の、あれ、誰だっけな。カルタさん。うん。カルタさんが京都で会って。え太田さんとか言って。あの、うん、テレ朝のスタッフ。スタッフね。うん。俺、どうしたの、うんうん、いやー、実は、つって、うんうんうん、新幹線が、うん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 。言ってさ。言ってた。うん、うん。あ、俺、うちもそうなんだよ、つって。うん、うん。あ、そうなんですか伊丹空港で。うん、うん。うんうん、いや、実は僕、京都なんですよ。いや、うちだってそうだよ。いやいや、バカ野郎。いやいや、怒ることじゃないな。いや、一応さ、痛みであったら大阪で仕事だったんだろうとか、思うのが普通であるから。だから僕は、ね、痛みだって、大阪ならまだあれだけど、京都からなんですよって思いがやっぱ強く出ちゃったっていうことでしょ。大阪バカ野郎。バカ野郎じゃないですか。いやいや、僕もですよ。だけでいい。それは。カリタさんに対して。そんなに別に怒ることでもないし。帰り、京都駅で、北大路金屋さんにお会いしましてね。へえ、京都で撮影がやっぱりあったのかね。なんだかわかんないですけど、マスクしてましたよ。それはそんなに驚かないよ。別にマスクしてたって。そりゃ、よくいる。俺だってよく、あの、新幹線とか俺結構マスク。お前はいいけど。前と北王子金は全然違うからね。いや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 。人として。人としてじゃなくて。逆に。北王子金やと同じだと思う。いや、同じとかじゃなくて。マジでをするとかは別にその。ちび王子なんだ。ちび王子。ちび王子。ちんやだよ、お前。じゃあ、近い。近いわ、もう。近いじゃねえか。ちび王子、ちんやだったら、もう北王子、金やありきだろ。それはもう、俺の名前はちび王子、ちんやなら。北王子さん、すっごい、ニッコニコして、あー、よく見てるよーって言って。あー、そんな感じだったんだ。うんごい気さくな、あ、そうです。方で。へぇ、あんなもん大スターじゃないですか。そりゃそうですよ。あー、どうもーっつって。うん、握手して、うん、アイムホーム見てましたって言ったら、すごいんだよ、来たとき。で、俺も調子に乗って、大ひばりも見てましたよ。ずいぶんテンション高いんだけど。ねえ、うん、いやー、だから今日ちょっとほんとね、まあ、イケピーもコバちゃんも、今日だからいる、この風景が、昔ながらのジャンクっぽい感じがね、しますけどね。ただね、あの、卓に座る、ね、腰ちょっと腰だけ聞きそうな、ね、今日はね、もうちょっと。何を俺ら世代が後ろでこう見てるわけだからね。テリトリーに配置して、配置してマジックが使えねえじゃねえかみたいな感じ。後ろでコバちゃんが。コバちゃんってさ、うん、あの、俺らほら17年ぐらいずっと毎週会ってたわけじゃないですか。うん、で、夏は、あの、T シャツかポロシャツ。うん、まあ、ほぼ、で、うん、で、冬はトレーナーじゃないですか。うん、絶対、ね。絶対トレーナーじゃないですか。うん、ね。服2着しか持ってない。服は 2種類じゃん。どっちか、うん、その。ね。まあ、T シャツはいろいろあんのかもしれないけど。うん、今日だから、ワイシャツ、ボタンダウンなんですよ。だから今日は、
弱小先生。弱小先生に会うってね、見かし込んだんでしょうね、あれね。あれでもね、白のボタンダウンってだけだけど、俺は、あ、今日なんかコバちゃんおしゃれしてんなって思うもんね。だから、あ、やっぱきちんとしてんだね、みたいな思うんだけど、普通一般から考えたら、普通の。ネクタイしてこいよみたいな話。そう、なんてことはない格好なんだけど、すげえ思うよね。襟があんじゃん、コバちゃん。持ってんだって思うんだよね。すげえなと。1個でしょうね。きっとね。そうなんだろうね。うん、あれしかないんでしょうね。もうすげえドキドキしてきたんだろうね。うん、めったに着ない、うん。何年ぶりだ。何年ぶりのワイシャツだろうみたいな感じで来たんだろうな、うん、あれな。俺ら世代ですからね。いや、俺ら世代でも着るけどね、シャツぐらいはね。